どうもです。スプラトゥーン前回の続きからやっていきたいと思います。今回もね、この96ガロンデゴを使っていきたいと思います。で、装備ちょっと変えました。なんかね、この、路地裏のところでカスタマイズが自由にできるようになってて、このランク20になってから、レジェンドやからなんちゃらとか言って、カスタマイズで、だいぶ融通きくなっててね。装備。今こんな感じです、装備。とりあえずパワーアップのメインのやつを、1個だけつけて。んで、こっちをちょっと変えました。インク効率アップと、もうメインウェポンのインク量が少なくなるという。ガロンデコは消費インクが多いんで、そこをカバーするという感じ。で、これはまあ攻撃力アップのやつ欲しかったんで、あとはこれハテナのやつに期待しながらいきたいと思います。で、こっちはまあまあ、これ変えたい、後から変えたいんですけど、これもまだ。これまだね、正直微妙なんですね、俺的には。サブウェポンと、イカダッシュ速度アップとスペシャル増加量アップ、これ別にいらないんで、これ全部工房とかにしたいんですけど、まだ後で買えます。ただ金がいるんですよね、これ。カスタマイズしようと思ったら、もう金先11万あったのがもう今2万になってるんでね。3万ぐらいいるんですよ、1回カスタマイズするに。で、だから金がめっちゃいりますね。まあ、防具ちょっといいの揃えたいなと思ってます。パワーアップね、欲しいんでね。パワーアップ2個か3個持ちの武器が欲しいなと思ってます。装備品が。パワーをできれば5段階ぐらい積んどきたいんですよね、俺的には。それだけ積めば多分だいぶ強くなるんで、まあまあとりあえず行きましょうか。いやーおもろいなこれ。カスタマイズとかもおもろいんですよね。ちょっとのカスタマイズでめっちゃ変わるじゃないですか。だってインク外付量がアップしたりとかすれば全然変わったりするんで多分。なんでやねん。なんでやねん。びっくりしたほんま。何をしょんねんほんま。やっちゃいけないことをしたお前は。くそ。逃したか。こう全員こっちか。怖くねえな。オッケーオッケーオッケー。投げていけ。ソメイヨシノしていこう。どこだ？敵でおらへんな。マジか！まあよ、オッケーオッケーオッケー。もうちょっと最初の方でちょっとミス取ったわな、もう完全にな。まあまあ、ええわええわええわ。勝てばいい。よし。オッケーオッケーオッケー。ガロンデコ気に入った、もう。うん。ふぅ！ゼロキルってお前。クソ微妙やないか、ほんま。オッケー、あれパワーアップが出てくれるわな。完璧なんやけどな。パワーアップが出てくれればもうな、言うことないで俺は。一方的に打ち勝ちたい。射程が長い分、パワーがあれば一方的にいけるんでね。やられる前にやるっていうのを、極めたいんですよね。まあ、そのためにはもっとね、精度を高めていきたいですよね。見つけてからのスピードですよね。見つけて一瞬で倒すという。さささっとね。それが欲しいんですよね。だから俺もポイントは正直ね、あんま見てないです、正直。このガロンデコに関しては。若葉集団塗りやすいんですけど、これ別に塗りにくいんでね。だからこれ塗ることよりも敵を倒すことを考えた方がいいですよね、この装備だったら。敵を倒してなんぼなんでね。倒しまくる、俺は。マジで早っ、うまいなぁ。同じ武器や。96ガロン。うまいなぁ。早かったな、見つけてから倒すまで。ってことは逆にあんだけの威力があるってことやもんな、俺の武器にも。え、早っ。あ、マジでトモハルやば、こいつ。トモハルうまいな、さっきの。あれが真のガロンデコ使いか。ほう、マジでやばっ。メガホンレーザーでやられるとは思わなかったわ。超強火力砲。オムライス。うわー、ローラーが2人降りてくるパターン。恐ろしいな、ほんま。ああ、敵の陣地なんか、そこは。なるほど。俺は陣地にさまよってしまった。さまよう鎧のような存在か。ここから撃ち殺せないな、普通やったら。どいてね。オッケー、倒してない。倒したけど。倒してやられて一緒やで、もう。やられたも同時やで、こんなんダメだな。くそー。全然あかん動きやな。動きがまだほんま、ピヨっとるわ、ほんま。おった。うーお、早っ。しぶき、強っ。ナイス、ナイス。前線にゴールは。やはり俺の舞台は前線にあったんだ。前線にこそ俺の舞台はあった。微妙なとこやな、これ。中央ライン。似たような感じ。負けだ。下か。下一体やられたのがでかかったか。全然活躍してへんけ、お前。26だ、お前。まだまだあかんの、やっぱ、その、もう、友春に一方的にやられたのが最初まずかったの、まず。おー、来た解放パープ、縦パープ、よよっしゃ、来たー !2 個目でかいぞ、これは。オッケー。パワーアップ来たんでかいな。これ強いぞ。パワーアップ特化の武器できそうだと思う。2個詰めただけでも十分やわ。あと2個正直もう何でもええわ、別に。パワーアップ3つや、4つあればそれはおもろいけど、どう変わるやんな、このパワーアップでこれ。一発、ぐらい、安くなるんかな。ほんまちょっとなんかな、どうなるのかな。わからんもんな、体感的にもその、どれぐらい強なったのかが正直。このギアによって。マジでうまっ。友春強っ。友春やばいな。友春さっきのやばすぎるやろ。ほんまに。つますぎるやろ、さっきの。あそこ仕留めれへんのわかんな。当てさえすればめっちゃ強いんやな、確かにこれ。ガロンデコって威力だけで言ったらほんまトップクラスやからさ。おった。マジでさっきのはちょっと仕方ないな。不注意やった。前方不注意。赤信号確認して渡らなあかんわ。赤信号みんなで渡れば怖くないわ。実践してもたわ、ほんま。うお、友春の上空攻撃、空中から突き寄るからな、ほんまに。お前空中から来ようから、お前アメリカか、お前は。あっち悪いやつやで、ほんま空中から来よる。うおー、地上から来よるわこいつ、ほんま。ロシアかお前、ほんまロシアでアメリカ、お前連合か、お前ソビエト連邦か、お前。あ、早っ。うわー、ローラなんでおんねん。二人でおらたちはなんで三体目おんねん、ローラが。お前ほんまにローラ何匹おるんだよ、お前ほんまに。お前死に行ってて広畑かよ、ほんま。あったらあかんぞ、ほんま。うわー、これだね、お前思うわ。メインウェポンがな、トルネードとかってもっと良かったな。正直。スーパーセンサー使うむずいわ。いや確かに、これ一方的に打ち勝ってたら、スーパーセンサー使ってでかいかもしれん。でも、威力明らかに上がっとった気がしたぞ。パワーアップがなかった時の、ガロンデコと比べて、パワーが2個アップした時のガロンデコは、明らかに火力が高くなってた気がする。だから、パワーアップだからこれ全部のこれ、もう装備のやつ、パワーアップ14個つけてたらさ、これごっつよかけるんじゃん、もしかして。パワーアップ14個つけたらもう。強烈あるんじゃん。もう一発二発で敵沈めてまうんじゃん。ほんまに強いやつだったら。って考えたら、これパワーアップつきまくってめっちゃ強いかもな。まあ、逆にディフェンス12個つけたらやばいやろうけどな、そら。全然しないやろうけどな、ディフェンス12個つけたやつ。これ、ギア大事やな、これ。能力をギアで補う、俺は。ギアで補う。ただこれ、能力が高いやつがギアクソ強いのしてたらもうやばいこと起きるやろうけどな。もう、目も当てられへん状態になるやろうな。すいませんでした、なるやろな。もう許してください。倒した。ナイス。正直俺はもう塗る専門じゃないからさ。あんま塗らんでいいと思うね。俺敵ピオルの向こうに。あの向こうに俺だ。上上がった。うわ、マジか、上上がったから早かった。メイちゃん、ガロンデコ。俺ガロンデコにやられるのが一番嫌いやわ、もう。同じ武器にやられてどういうことやねん、ほんま。違う、こっちの射程と攻撃仲いいんやぞ。あれはやれへんのがしょぼいな、俺ほんまに。え、なに ?9 番ボムタコじゃあるまいやん。いかやぞ、お前。9番ねえやろうが。どうなってもとんだよ、ほんま。ナイス。少林寺拳法習った俺としては行くしかない。おっしゃ内かで内側でガオガイザー後ろ敵は全て後方におる。だから味方にも素早さがつけれるのでかい。オッケーオッケー素早さでごめんだ思ったけど別に俺おぶねおお俺だけにつくんじゃないから。そう考えると俺ええんかもな。強いやつからスーパーセンターあるだけでちゃうもんな。あ、そう考えるとこれスーパーセンターって結構ええかも。右が塗ってない。右が塗ってない。誰も塗れてませんでしたけど勝ちました。いや、ガロンデコ分かってきたぞ俺はほんまに。仕組みがこれ攻撃アップ取った時の強さ半端ないぞこれマジで。友春が A レイヤーでほんまこれ。友春も攻撃アップ持ってんけどあいつ上手いから、これ俺に技術が身についた時やばいことになるやろな。これ強いぞ、このカスタマイズ。ガロンデコええぞ、これ。遠くに届くっていう。ただよ、わからんな。上から狙うのが結構むずいな、俺。下とか。正面は倒せても上から倒せるっていうのが大事やねんね、やっぱり。ちゃんと照準のとこ見た方がええんかもな。なんか真ん中に合うやん。なんか敵に照準当たったらなんか、ちょっと色変わるやん。俺あれ見ずにやっとうからさ。あれ見た方がええんかもな。圧倒的に打ってへんかったらインク足りになるからな、これ。確実に行くっていう。だから少ない消費量で、確実に行く。早いインク切れる。あ、うぜあいつ。マジでやべえ。友原あそこから行くんか。逆に言ったら俺もあれができるってことやもんな、上手くなれば。あっこから行くでお前、ほんまに。浜のトリトンかもだ、ほんま。そうや、ほんま。うお！前方不注意や、さっきの。まさかおると思わんかった、俺も。まずいぞ！逃げやがった。うまっ。友春のジャンプ力やばない。なんかもうこいつやばいな。走る高跳びの選手みたいなジャンプしようがないんやお前。高跳びの選手かなお前。いや、出てやばいこれまずいぞ。友春うまいな、ほんま。この距離が届いとるもんね、地味に。その不思議よ。オッケー。うーわ、ジャンプ攻撃うまいな。どんだけもジャンプすんねん、お前。動き早いな、これKK、ほんま。KKコンビやるな、ほんま、お前。誰が年取るの K やねん、ほんまお前。一人で KK コンビでお前、桑田と清原のお前。二人で一人分かよ、ほんま。一人で二人分かよ、ほんま。どこおんねん、おい荒井家もラスカな、お前。運命で置いとけ、ほんま。何やらでよんじゃ、ほんま。色染めてもやらへんじゃ、ほんま。そう負けた。今回はもう蹂躙された完全に。ボロ負けやんけ。ほんまに。ほら、きつい。ででででででん。36か。K、うまいな。81。いやでもこれな、思った以上に射程が長いんやな、このガロンデコって。ただ俺その射程を使いこなせてないんやな、正直今のところ。だから、もっと遠いところを狙っていく技術がいる。上向いたりとか下向いたりとかで、ほんまになんか距離伸びたりするから、その距離感がよくわからんだよね、今。もう一回やる、ラスト。この絶妙なこの距離感をマスターすることが、勝ちにつながると、言っておられますね。俺はね。ああ、この場所はもう俺のホームみたいなもんやな、ほんまに。俺が一番強い。オッケーオッケーオッケー。トモハルおるやんけ。おい、ガロンデコ同士お前。絶対負けんぞ。うまっ、あいつ俺のダメージ受けながら地味に生き延びとっていう謎の生命体。トモハルやるな、ほんま。俺の上位ガロンデコ使いやな、ほんま。おっしゃ、ここ、お、マジでリッキーや、お前。そう。やりたいことやれば、リッキーや、お前。竹野樹力のお前。ホタテのロックンロールやんけ、それ。歌っとけ、ホタテのロックンロールでもお前。いかがなものかな？届かへんのか、あれ。うわ、マジでどっから来たねん。お前ロムやるな。オッケー。一番左。誰も目につけへんよな。このテリトリー俺は戦略する。うわー、見つかってましたー。甘栗向いちゃいましたーみたいなもん。ボロ負けしとるやんけ、おい。やべ。よっしゃ、よっしゃ、センサーと確かやりやすいな、これ。センサーの方受け取ってんやからな。センサーで枯れるかもしれん、もしかもっと。またかい！ OK！ 微妙。最後は逆転したけど、ただ、取られすぎとったな、中盤を。負けましたー。勝ちましたー。 OK！ まさかの、大逆転劇。オッケー。まあ、3-5やけど。いいで。構えんで。お、来た。パー来い。パーか防御。パーか防御。パー、パー、パー、パー。なんやこれ。絶対のやつや。絶対のやつや、さっきの。うわ、いらんね。せめてなんかインク効率とか系にしといてほしかったな。めっちゃやらなきゃっぽいで、さっき。見た？ジャンプの時間短くなります。いらんって、これもうこっち系。ほんまいらんわ、これ。でんででん、でんででん。攻撃のアップでかかったのにな、これ。ジャンプ短縮いらんねんな。これしかもギアのチェンジを1個ずつできないんだけど、3つとも同時に回転させるからな。そこがまたややこしいな。まあまあ、じゃあ今回はこれで終わりたいと思います。ありがとうございました。